こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日の就活今日は自己分析でございますさあ今日はですね自己分析長時間できることを考えてみましょう普通のものは飽きてしまうんだけど長い時間できることは何かこれを考えることが皆さんの自己分析に繋がりますこれはなぜかというとですね今月はこのパーソンズのやつが多いんですけどパーソンズの職業選択の特性イン因ロンこれ100年前からある考え方なんだけどこれの興味適性っていう概念から自分 にあった仕事を考えてみようというアプローチの方法の一つなんですね実際に長時間できた過去の出来事をまずいくつか考えてこれは長い時間できたなーってことね長い時間って1日の中で長いっていうだけじゃなくて長い期間っていうことも含めて考えていくといいですねそしてなぜ長い時間できたのかを考えることが重要なんですこれも2つ要素がありますね一つは環境やった内容よりもやった仲間 雰囲気だこれは環境っていう概念なんだね自分がどういう環境だと長期間できるのかそしてもう一つはキャリアアンカー自分がどういうものに価値観が示せるのかその特性と自分が環境要素どういうものがあるのかっていうことが皆さんの就職先を考える軸にしてしててほいって概念だねそして長時間できることっていうのは興味関心がないとできないそして飽きない。 なんかの仕掛けがそして楽しかっ、まあ、こういうことを振り返ってみることによって皆さんが自分がどんな環境どんな職業に向いてるのかを考える一つの自己分析にしていただければと思いますそして就活はですねいろいろなスキルが必要になってきます会員になっていただくとですねいろいろなスキルを身につける講座をやってますぜひこの機会に会員になって 我々の講座に参加くださいそして、いろんな企業にどうやって出会えればいいんですかね。そう、これは我々2つの方法を提示しています。一つは、我々の会員になってスカウトに申し込み、まあ、いろんな企業からスカウトをするのを待ちましょう。あなたのことを興味を持った人からスカウトが出る、そこに行ってみる。そしてもう一つはですね、もう少し能動的に、我々スカウト型のイベントをしています。グループディスカッション、そしてグルーディスの練習にもなる、そして企業からフィードバックももらえる、そして、ね、企業は皆さんを見て、あここがいいなというところで評価がどっかでしてくれ そして評価ポイントがわかる参加した学生さんたちの中で相対的なあなたの位置づけもわかるそして企業からスカウトが来てその場で次のステップに申し込めるですから待つスカウトと攻めるイベント両方活用いいただければと思います詳しくは概要欄から会員登録いただければと思います。